わらしべ私ね、なんとかしてドレスを手に入れたいの。豪華なドレスを着て、お城の舞踏会に行くの。憧れの王子様に一目でいいから会いたい。うんうん。シンデレラの夢、叶うといいね。ドレスと、あと素敵な靴も欲しいな。ねえわらしべ奇跡的に仕立て屋の友達がいたりしないの残念だけど、いないな。じゃあ。 わらにもすがる思いって言うけど、わらしべって全然頼りにならないわ。結局、私はドレスを手に入れられないまま舞踏会当日を迎えた。はーい。ってなんだわらしべか。私、今気分悪いの。悪いけど、またにして。急にごめん。あ、これ、ドレスと靴。えどうして サイズが合うかわからないけど、よかったら着てみて。待ってこんな豪華な衣装どんな魔法を使ったのいや、魔法なんてロマンチックなものじゃないんだ。ただ、人捨てに貸してもらえる人を探して交換してきただけ。それに、今晩12時には返さなきゃいけないんだ。かっこ悪くてごめん。そう話す彼の旅は、ボロボロで、一体彼は、 どれだけの距離を歩き、交換して回ってくれたのだろう。うん、うん。こっちこそごめん。その気持ちだけでも、私嬉しい。なんだろう似合ってるかなうん。とっても綺麗だよ、シンデレラ。<laughs> もう、舞踏会なんてどうでもよくなっていた。だって、私の王子様は、こんなに近くにいたのだから。 組み合わせの数だけ広がるストーリーヘアケアブランド,アンド,アンドが送る組み合わせの物語もし物語,もし物語